お疲れ様です商売をしていることと詐欺をすることってまあ共通点が結構ありましてね、うん、その一つが欲しいい気にさせるってことじゃないですかねビジネスっては何らかの問題解決ををすすするることを商品にするわけですよね例えばモテない人をモテるようにしたいとかお金がない人をお金がある状態にしたいとか痩せたい人を痩せる状態にしたいとか。 まあこういうふうに結果どうなるのかってことをねどのように表現するかによってその商品が欲しいと思わせるわけなんですけども詐欺ってのも同じなんですよねそれが欲しいと思わせるところまでは。で詐欺とビジネスの違いってのはお金を頂い,いてまあとんずらしてしまうもしくは結果が出ないことがまあ明白なのにまあ似たような商品を売るってことですよね。 でもビジネスってのは結果が出るように販売者ってのはアフターフォローとかサービスを徹底的にするんですよね。じゃあビジネスと詐欺がなぜ見分けにくいかっていうとやっぱり半分はねお金を払った人の問題かなと思うんですよ。お金を払った人がせっかく痩せますよって言って宣伝されたダイエット器具が手元に届いたのにそれをやらないとかね。やり方が不十分だとかって言ったらやっぱ痩せないと思うんですよ。 であとはこれはモテますよーってねなんかモテるための会話術とかモテるための身だしなみとかっていうのをサービスとして提供したのにそれに従わないとか言ったらね結果モテないってことになりますしねまあビジネスなんてのはこれが儲かりますよとかあれが儲かりますよっていうふうにしてえ商品販売するんだけどだけどもその商品買った人がやらないとかねあとは時間がなくてできませんとかねうん難しくて分かりませんとかね まあこういうふうになってくると、まあ、結果は出ないのかなと。じゃあ結果が出ないことを取り上げて販売者に対して詐欺者っていうのはちょっと待てよってことになるじゃないですか。うん、だからやっぱりこう商品を購入する前に大切なお金を払う人は、うん、自分が本当にそれに取り組むのかどうかってことをよく吟味しないといけないですまね。うんまあ、これは販売者の方にも言えるんですけども売る方も 本当にこの人はやってくれるんだろうかどうだろうかってことね、吟味しないといけないところありますよね。でね、あの、ずっとね、バイクのね、あの、販売をしている人の YouTube を見ているんですけども、この人のね、YouTube がちょっとね、かなり面白いなと思ってずっと聞いてるんですけども、あの体の小さい人が大型のバイクを欲しがったらどうしますかとかね、体の 大きな人が小さなバイクを欲しがったらどうしますかやっぱり、こういうことがあるらしいんですよ。お前の体じゃそのバイクは似合わないよ。つからね。あの、そういうエピソードがあったらしくって、誰だよお前にバイク売った店、みたいな感じで、売った店まで無責任だな、その店は、っていうふうにね、こう、まあ、いわゆるィスるっていうことがあったらしいんですよ。で、そういった読者さんからの Q&A を読んで、いやいや、 商売してる以上売ってくれっていう人に対してそれを売らないってことはないよっていうふうにその人はね言われてたんですよねまあその通りであのそのバイク大型のバイク高型のバイクが似合うか似合わないかって言ったら、まあ、それはねあの店側が判断することじゃないよってね例えば私が 50cc のバイク欲しいって言ってもそれは売りますよねう免許があったりとか、まあ、お金が なかかったりとかいろんな条件はありますけどとりあえずお金払ってくれそうでまあまあこの人に売っても無茶はしないだろうと思えばまあ売りますよね、うん、だからね売る側の責任っていうのはねあのほんとそこまでないんですよね、うん、取りようがないんですよだって物を売ってくださいっていう人に売りませんとかっていうのはなかなか言えないですよ、うん、あとは買った人の責任ということになりますのであのこちらからね押し打っているんだったらまた話は違ってきますけども くださいちょうだいって言ってる人に対してお金払いますって言ってる人に対していやーちょっとあんたには売れんねえっていうのはなかなかないんですよねだから売る側の責任っていうのはそこまで強くないっていうことをやっぱりこう買う側もね世の中も分かっていかないといけないかなというところですよね、うん、まあそんなことがあったかなとなんか最近ね三原淳子さんがねランクロ盗まれたらしいですね なんで三原純子だったらねニュースバリューになるからっつってこうニュースに取り上げるけどランクル盗まれたら人,なんて人なんて今までいくらでもいたんですけどね有名人は盗まれてもアクセスが稼げるというどういうことなんだということになりますから言ってらっしゃい。